市立和歌山南陵高校では先月28日に支給されるはずだった4月分の教職員給与が支給されない事態となり今月11日教職員23人が支払いなどを求めてストライキを起こし授業が行われませんでしたこの問題で学校法人の理事長は今日までに給与を支払う意向を示していましたが 今日、職員の給与が支払われたことが関係者への取材で分かりました教職員や保護者は見払いとなった理由などについて理事長に説明するよう求めています一方理事長は退任する意向を示していて次の理事長との約束があり説明の場を設けることができないとしています